回は、横光明のバクを買う少女たちを朗読します。何？聞いた？トエの子殺されたの。バカな子。でも誰でもお構いなしに相手にするから。そっか。それに公園なんかについてってさ。そうだね。あんたも気をつけな。うん。今夜行く？なんか用？別に。じゃあ行く。一緒に行こう。あっちじゃ一人よ。うん。じゃあね。ここへはよく来るの？うん。何しに？決まってるじゃん、遊びに。ナンパ待ってたり。分かってる。ゲームセンター行ったり。まあね。お金はあんの？ブルジョア。お小遣いで足りるの？そう足りない。それじゃあどうするの？ブルセラのこと聞きたいんでしょ。言ってるの？パンツ3日履いて1万円。それだけ？売りやってる人もいるよ。売りって？またまた。ねえ、教えてよ。あんた新人？そうなの。セックス。平気なの？何が？初めての会った人とそういうことして。いいじゃん。別に減らないよ。愛する人とするもんでしょ？だっていないもん。できたら？やめる。でもやめない子もいるよ。どうして？彼がやれって言うから。え？彼お小遣い欲しいんじゃない？紐じゃない、それじゃ。いいじゃない。男と女でしょ。で、相手の人からいくらもらうの？寄付？寄付って言うんだ。援助とかね。援助ね。普通5万円。5万円？月に100万になる時もあるって。100万円？羨ましい？旬なのよ、私たちって。バクを飼う少女たち。作横光明。許して、助けて。いやニュースイレブンでは今夜はこのニュースをまず取り上げたいと思います。女子高生殺しです。今月に入ってから女子高生が殺人の犠牲になったのは昨夜の事件で2件目なんですね。手口が共通しているところから同一犯人による凶行と見られてるんですけども、それに方法がね、残虐でしょう。局部を切り裂いたり、あれじゃないかな。夜盛り場へ遊びに行くような女の子に犯人は何かこう、強い恨みというか、憎しみというかね、持ってるような気がしますね。病的ですよ、やることが。確かにそういう疑いもあるようですね。まあそのせいでしょうか、現在当局じゃ犯罪心理の専門家を何人も捜査本部に呼んで、まあ、犯人の心理的な面の意見を聞いているという話なんですけど。確かにFBI の心理捜査官みたいな人が必要になってきましたね、日本にも。とにかく一日も早く事件を解決してこれ以上の犠牲者を出さないようにしてほしいもんですね。まあ要するに女の子は夜遊びしないでうちでいい子にしてることですよ。
姉ちゃん、姉ちゃんってば。触らないで。ねえ、いくら。失礼しちゃうな。そんなんじゃないの。いやいや、お金ならあるぞ。ほら。あっちへ行って。かっこつけんなって。あ、来た。え？ここよ、ジロー。あったな。バカ野郎。行ったか。ついてないな。いきなりあんなダサい親父だもんね。人がせっかく LL のスーツ着てきたっていうのにさ。ちょっとあなたよ。私？あなた高校生でしょ。いいえ。嘘おっしゃい。 OL よ。証明できて。何ですか突然。身分証明書見せてくれればいいのよ。人のことよりあなた何？補導員。そういう嘘って犯罪になるんじゃない？実は小説家、盛り場の取材をしてるの。あんまり売れてないでしょ。下手だもん聞き方。協力して。取材協力費は？え？おばさん虫がいいのよ。あなたやっぱり女子高生でしょ。すぐお金お金。この頃の女子高生ほんと金に汚いんだから。超アナクロ。大人もみんなそうじゃない。女子高生がこんな時間にこんなとこうろうろしてていいの？さようなら。あなたも買収やってるんでしょ。待ちなさいよ。両親が痛まないの。そんなことして痛いじゃない。話してよ。なら本当のこと言いなさい。買収なんかやってませんって。あんなのバカの子のやることよ。絶対にやってないのね。絶対。ただじゃ済まないわよ。嘘だったら。本当です。神様に誓いなさい。誓いました。言っていいわ。驚いた。病院に行った方がいいね。あのおばさん。参ったな今日は。変なのばっか。こういう日はおとなしく帰るに限るか。お嬢さん。災難だったね。え？いろんな人がいるから。今の見てたんですか？ああ。星占いじゃ運がいいってことだったんですけど。今日は当たるも八卦、当たらぬも八卦。本当？気分直しに痛めしでもどう？久しぶりに綺麗なお嬢さんと食事したせいかな。なんだかうっとりしてきちゃった。私ももっといい夢を見たくなったな。あなたといろんな方にそうおっしゃってるんでしょう。どう思う？言われてるの？おじさまモテそうだから。はずれ。意外に臆病なんだ。こんなことを言ったのもあなたが初めて。私トレガモの靴欲しいんだけど。そう。出ようか。ええ。素敵なホテル。忘れないうちに。さ、援助してくださるの？シャワー浴びておいで。
はい。三度目の正直、渋いおじさまに当たっちゃった。分かってるくせにまるでレディーを口説くみたいに誘ってくれた。援助の5万円だってティッシュにくるんで私のプライドを大事にしてくれて、女の扱いに慣れてるのね。久しぶりに燃えそう。ねえ、うん、そろそろ始めない？少しおしゃべりしたいな。愛に言葉はいらない。ちょっと佐渡なんだよ僕。いやよ、痛いのなんて。いや、君みたいに可愛くて頭のいい子を見ると、初めにね、言葉でちょちょんといじめてみたくなるんだよ。それでも嫌？怖いな。いいね、君には魔族系があるようだ。私変態じゃないよ。テーラって知ってるかい？新しい性病だ。聞いたことあるだろう。ええ。キスでもうつるらしい。怖くないのか、体打ったりして。誰にもらうか分かんないぞ。予防はしてもらうわよ。 100% 完璧な予防なんて無理なんだよ、このぐらいじゃ。でもそれって大したことにならないんでしょ？特効薬はないんだ、エイズと同じで。変な病気で頭が良くなるのよね、知ってんのよ。舞子なんか本当に成績上がったんだから、いい病気じゃない。初めのうちはな。後でバカになるって？細胞がひどく衰弱するんだ。だから老化がものすごく早くなって、10年でもうヨボヨボのばあさんだそうだ。でも大丈夫。この前血液検査したのよ、マイナスでした。間違いが多いそうだぞ。もういじめはそれまで。もう一つ、連続殺人魔のことは知ってるかな？ナイフで女子高生ばかり狙う。ニュースで仕入れたのね、その知識。どうして？だって警察でも後で分かったことじゃないの、被害者の二人が女子高生だったっていうのは。身元を確かめたら偶然どちらも女子高生だったっていうことよ。偶然。連続女子高生殺しなんて新聞の推理。そう思いたいだけなのさ、君は。しらけるな、そんな見透かしたような言い方。怖くなってきたんだろう。いいかね、お嬢さん。もし私がその殺人魔だとしたらどうする？え？ナイフを見せれば信じるかね？このアタッシュケースの中さ、見せようか。私が今噂の女子高生を見るとカーッとなって切り刻みたくなる男だとしたら、君どうする？こうしてやる。どうぞ。
この頃の女子高生の生態なんですけど、びっくりするくらい自由奔放らしいんですね。それも一部の特別な生徒がそうだというんじゃなくて、ごく普通の子が何も罪の意識を感じないでブルセラの店へ行ったり売春までやったりしてるんです。どういうことなんですかね、これは。まあ大抵の方が眉を潜めているんでしょうな。まあ大人の責任もあるでしょうね。それいやあるなんてもんじゃない。ズバリ大人が悪いんです。と言いますと？大人たちの現状を見てごらんなさい。この頃は配偶者以外の者と性交渉を持つことが珍しくないでしょ。不倫をしている者は誰も道ならぬ悪いことをしてるなんて思ってないよ。まあ不倫をした方の奥さんや夫は怒ってますがね。しかも男の方が性生活には昔から愛は関係なく金で女を抱くという事実があった。時には金を払わずにね。そして今は女性が同じ傾向をたどっている。それが現実です。はあ、まあ、性に興味を持つ10代の子供がその影響を受けないはずがない。みんな大人がお手本を見せてるんです。今の女子高生の性が乱れてるのは大人が悪いからですよ。一晩寝たらあんな変な親父のことなんかすっかり忘れてしまった。次の日の朝、私は気分よく学校へと向かった。バス停の近くの家から男の人が出てきた。よくは知らないが、40歳で京和大学の教授になったという鳴海先生だろう。品よくすれ違う人たちに挨拶している。頭に包帯をしている。私の方を振り返った。やあ、おはよう。ドキッとした。いい天気だね。初めて声をかけられたせいじゃない。昨夜私が灰皿でぶった人とそっくりだったんだ。でもまさか大学教授がそんな他人の空似よう。昨夜はどうも。え？やるね。あれから病院に行ったり大変だったよ。何のことですか？次はあんな暴力はなしでね。私知りません。失礼します。私はやってきたバスに飛び乗った。僕もこのバスなのだ。彼もバスに乗ってきた。もう何も言わずに笑顔を浮かべていたが、私は学校のそばで降りるまで生きた心地もなかった。連続殺人魔がすぐそばに住んでいるなんて。これからは時間をずらすとか会わないように工夫しなくちゃ。しばらく夜街へ出るのは控えることにした。でもパパは単身赴任で福岡だし、ママも出版の仕事をしているので帰りは遅い。私一人の家の中は何とも落ち着かない。受験勉強だってうちの学校はエスカレーター式だから夢中になってやることもないし。金曜の夜は我慢をやめて街に出た。ただしこの前と違う繁華街を歩いてみる。やっぱダメかなこの辺は。女にたかるのが専門の若い男ばっかり。センター街へ回ってみるか。あ、あなた。またあのおばさん。ちょっとあなた。急ぎますので。嘘つき。この間会ってるじゃない。人違いです。逃げるな。覚えてらっしゃい。嫌なのに会っちゃった。バイオリズムが落ちてんのかな。二度あることは三度ある。もう帰ろうと。また会ったね。え、
僕だよ。ほら、あいつらカッツーンの。あ、心配しないで。どうもこの間はちょっと脅かしすぎたようだな。あれはプレーなんだよ。初めに断ったでしょう。でも私は連続殺人魔なんかじゃないんだって。でも今日はいじめたりしないよ。この前君のしたことを咎めたりもしない。あれは私が悪かったんだからね。だからもう一度付き合ってくれないか。もう一度だけ。ご近所だしね。綺麗な思い出を残しておきたいんだ。私食事だけでもいいから。でもやっぱり嫌。エリコちゃん。あいった。ごめんなさい。あぶねえな。なんだよ。すいません。エリコ。え？俺だよ俺。なんだよお前こんなところで何してんだよ。変なおじさんに絡まれちゃって。あ、お前遊んでんのか。まだ見てる。よし、俺が守ってやる。おい、どいつだ。どこにいる。よして、ただの相手じゃないの。行こう。バーカ、俺の実力知らねえな。いいから行こうって。分かったよ。我が高校伝説のスター谷田勤。彼がボーカルのロックバンドのライブを見に行った時は体の芯まで痺れてしまった。ワイルドな衣装とそれと裏腹な甘い声、あの時はすっかり憧れちゃった。妙な成り行きでその晩は憧れの谷田先輩とロマンチックなことになった。お酒も美味しかった。イタリア料理も美味しかった。キッスも美味しかった。でもあれはつまらなかった。嫌な気分になっちゃった。私の体はいつの間にかケチケチ5万円を数えてよこすしつこい中年男にならされている。割のいいバイトはこんな形で仕返しをしてくれたわけね。ツトムはまだ若いんだもの。少し下手なぐらい何よ。体はどうでも気持ちは生まれて初めて最高に燃えたんじゃない。それでいいじゃない。でも不満がくすぶっている。悲しくなった。勉は私の涙をどう思っていたのかしら。これで女子高生の犠牲者は3人になったわけですけども、警察ではまだ犯人の手がかりをつかんでいないようです。今夜は凶悪な犯行を繰り返すこの犯人のですね、歪んだ精神状態に迫ってみたいと思うんですけども。まあ一般的には幼年期かあるいは人格形成期にですね、女性に絡んだ何らかの事件で、例えばあまり適当な例じゃないけど、母親が不倫をしているあられもない姿を目撃してひどい折檻を受けたとか、そういうことで犯人が性的に致命的な打撃を受けたことなどが考えられますね。それによって彼の性に対する思いもひどくいびつなものになって、性生活自体が破壊されてしまうんです。不能になったりしてね。そういう状態の人間がもし精神の正常な均衡を保てなくなると、自分をダメにした女性への復讐を始めることになるわけで、この女子高生連続殺人のような恐ろしい事件の形を取るんですね。
女子高生をターゲットにしているのはおそらく犯人の過去の事件が女子高生に深い関わりを持っているということじゃないんでしょうか。なるほどね。しかしそれにしてもこんな無慈悲で残虐な犯行を繰り返す犯人っていうのは平凡な男か、あるいは企業の中枢にいるような男性か、近所ではいい人で通っている温厚な紳士か。やあ、エリコさん。しばらく。夜遊びは慎んでいるのかな。結構結構。しかし今頃から学校へ。何時に学校へ行こうと私の勝手です。そりゃそうだ。私に話しかけないでください。乗らないんですか。次のにします。じゃあお先に。エリコ。谷田さん。どうしたんだ。何回ベル打っても連絡もよこさないし、こっちから電話してもいたことないしさ。谷田さん、私ね、これから病院へ行くの。産婦人科。どっか加減悪いのか。ううん。じゃあ何を。できちゃったのよ、あなたの赤ちゃん。え、それだけ。え、ごめんね、あなたに迷惑はかけないわ。待てよ。心配しないで。待てって。そうか、俺の子ができたのか。信じられない、俺の赤ん坊が生まれるのか。産んでほしいの。当たり前じゃないか。え、エリコ、結婚しよう。え、そんな急に無理よ。赤ん坊がかわいそうじゃねえか。パパとママがいてやんないと。だって私まだ高校の2年よ。関係ねえよ。絶対に産むんだぞ、絶対に。つとむ。この頃時々空耳がする。赤ちゃんの産声だ。お腹の赤ちゃんが私に聞かせているのかしら。父親は谷田勤しか考えられない。あの時私は勤と結ばれる嬉しさで避妊のことなど思いつきもしなかった。勤は梅と言う、結婚しようとも言う。なぜあんなに喜べるのか。オリンピックで金メダルを取ったようなはしゃぎようだ。結婚のことはともかく、私もこの子を産みたいと思い出した。そうよ、私に初めて宿った命、大好きな勤と私が初めて結ばれてできた命なのよ。産みたい、産もう。どんなことがあっても。はい、誰。エリコ、あたし。めぐみ、ついさっき別れたばかりなのに急用でもないけど、帰ったらさ、エリコ宛に手紙届いてたから。何かとお世話になります。なんのなんの、たやすいことでござりますだ。エリコの秘密守るためだもの。明日でもよかったのにと思ったんだけど、ついでだったから。上がる。
だからこれから行くところあるんだって。そう、はい、手紙。愛系病院ってどこだっけ。ほらあんたいつか検査行ったじゃない。ああ。じゃあ私帰る。わざわざありがとう。うん、うん、じゃあね。うん、じゃあね。先頃の検査につきまして、改めてご相談したい新しい事実が出てまいりました。ご対応中恐縮ですが、なるべくお早めに当病院へおいでくださいますよう。何だろう、相良恵理子さんですね。はい、実は以前に検査していただいたテーラという性病はつい2年前に発見された病気なんで、次々と新しい報告が入ってましてね。まあ一時的な体の各機能の増進とか老化が著しく早まるといった奇妙な症候が現れるなんてことは分かってるんですが、この前の検査では相良さんのテーラウイルスはマイナスだったとお知らせしましたね。はい。ところが最近テーラウイルスの活動が断続的なものだと分かりましてね。断続的？テーラのウイルスが時々全く活動を中止しましてね、50日から100日ぐらい経つとまた活発に活動を始めるんです。というと？だからこの前の検査じゃあなたのテーラウイルスはマイナスだったんですが、もしかするとウイルスは休眠期でうまく検査の目をすり抜けてまたシャーシャーと活動を始めているかもしれないんです。では私がテーラにかかっているっておっしゃるんですか？いいえ、あなたはテーラにかかっているかもしれないし、かかっていないかもしれない、まあ、そういうことなんです。この病気はお腹の子供にはうつるんでしょうか？それは多分、確かアメリカのニューオーリンズ病院で昨年の12月に3人のテーラ患者から生まれた赤ちゃんが、2人は異常がありませんね。でも1人の赤ちゃんからはテーラウイルスが発見されてるか。まだ症例の報告が少ないのではっきりしたことは言えないんですが、そうね、体内感染の可能性は今は五分五分というところですね。何か？私妊娠してます。あ、そう。じゃあ今日もう一度検査をするわけですね。ええ、その結果でまた2ヶ月おきぐらいに何度かね。まるで股で首を絞められるみたい。結局私はもう一度血液を採取されて家へ帰った。なんて病気なの。検査検査検査。大丈夫よ。私がテーラなんかにかかるはずないじゃない。いつも予防は完璧。そんなバカなこと。万が一ってこともあるのよね。もし私がテーラにかかってたら、この子は一体。
相良です。エリコか。勤め？ああ。すぐ来て。無理。話があるの。何？電話じゃ。大事なこと？うん。俺今仙台なんだ。仙台？どうして？兄貴に相談しようと思って。何を？決まってんだろ、俺たちの結婚さ。きっと叱られるから。ところがどっこい、兄貴はさ、俺たちの手本なの。子供作って学生結婚しちゃった男なんだから。そうなの。話って早い方がいいのか？そうでもないけど。夕方頃には帰れると思うけど、でもひょっとして明日になるかもしれないな。早く帰って。もう甘えてんのかよ。やっぱり急いで帰るか。いいのよ、寂しくなったら。そうね、今夜はこの前一緒に行ったプラザのあたりぶらついてみるかな。そんな歩き回って大丈夫なのか、お腹の子。動いた方がいいのよ。退去しちゃおうかな。ほら、あのアンティークなコーヒー屋さんで、ミレットって言ったっけ、あそこでクラシックでも聞いて。やっぱり特急で帰るわ。東京には6時半ぐらいには着けると思う。いいわよ、ミレットで待ってろよ。7時ちょっと過ぎには行けるから。はい、じゃあ気をつけて。ああ。やっぱり検査のことが気になってきて、うちの中でじっとしているのがなんとなく落ち着かない。早めに街に出た。デパートでベビー服を見たり、本屋さんで育児書を買ったりして、7時過ぎにミレットに着いた。コーヒー。あ、やあ。また教授が入ってきた。なぜ、なぜこんなに私につきまとうの。そこの角でエリコちゃんの姿を見かけたんでね、ついてきちゃった。お願いですから私に構わないで。いや、構うつもりはないんだが、わけがあってね。家内を探してるとなぜか君にもよく会ってしまうんだ。奥さんを探してると？ああ、しばらく家にも帰ってきてないんだ。元はといえば私が悪いんだが。奥さんはこういう街で遊んでらっしゃるんですか？いや、遊ぶというより、いや、それ以上は言えないんだが。お勘定。ああ、そんなに逃げないでも、いずれあなたの前から消えるんだから。きっと惨めな決着がついてね。その方がいいんだ、他人を巻き添えにするより。気を引いてるつもり？今度はまた変な手を使うのね。もうくたびれたよ。さようなら。まったく、もう何なのよあの親父。表に出ちゃったじゃない。7時20分。勤め、7時過ぎにはミレットに着くって言ってたけど、列車遅れたのかしら。少し時間を潰してもう一度ミレットへ寄ってみよう。ぼんやり歩き始める。あなた。え？あの、いつも怒ってるおばさんだった。乗って。あ、乗りなさいよ。あ、いきなり強い力で車の中に引きずり込まれた。乱暴しないでください。今日は逃がさない。
行くんですか。いいところ。止めて。この辺で騒いでも無駄よ。心臓に刺さるわよ、下手に動くと。何をするんです。お礼をしようと思ってね。あの人ダメにしてくれた。関係ありません。あんたのような女子高生がぞろぞろ街に出てきたから、うちの人がおかしくなってしまったのよ。真面目一方の人だったのに、ろくでもない女子高生ばっかり追いかけるようになって、妙なことを覚えてのめり込んじゃったのよ。叩いたり縛ったり。みんな、お前たち女子高生が悪いんださあ降りるのよ。私の知らないことよ。降りなさい。降りてそこの公園まで歩くの。グズグズすんじゃないの。立ちなさい。ゆっくり歩いて。そう、その調子。あの暗がりで楽にしてあげるからね。あんたをズダズダにして。もう逃げてもいいわよ。追いかけて捕まえて切り裂くのが楽しいの。さあ大声出して逃げんのよ。逃げなさい、このクソババア。間一髪助けてくれたのはツトムだった。ツトムはやっぱり帰ってきてくれた。ミレットに私がいないんで近くを探し回ってくれたんだ。エリコ、大丈夫か。ええ。最後。あなたは。最後。また私をつけたのか。あの大学教授がいつの間にかそばに立っていた。でも、なぜこの女のことを知ってるの。最後。やっぱりお前が殺人魔だったのか。復讐なのか俺への。最後。お前急に年取ったぞ。まさか。目尻んとこ小じわできてる。嘘。今の
あれのせいかな。行こうか。うん。私とツトムは黙って歩いた。驚きが重なって言葉を奪っていた。連続殺人鬼は大学教授の奥さんだった。殺されかけた私、テーラに怯える私、お腹に妊娠6ヶ月の子がいて、セックスは命を作る行為だと知った私、何があってもこの子は産む気の私たち、これからどうなるかわからないけど、少しでも今日よりマシな明日を作るつもりの私たち。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。